インコタームズとは国際商業会議所が策定した貿易条件の定義である。1936年以降策定されているが改正を重ね、最新版は2011年1月1日から発行した。名称はインターナショナルのイン、フランス語のコマースの CEO、それにタームズを組み合わせた略称。貿易取引における運賃、保険料、 リスク負担等の条件に関する売り主と買い主の合意内容について国によって用語の解釈に不一致があると貿易が円滑に行われないため国際的に統一的な定義を取り決めたもの。任意規則であるため強制力はなく貿易取引の契約書に本契約で使用されている貿易条件はインコタームズ2000によって解釈するというような約款を入れることが 一般的である。また、両当事者が合意すれば、例えば1990年度版に準拠することも自由にできる。インコタームズの本文は国際商業会議所日本委員会で入手することができる。貿易取引において価格を決めるために決めておかなければならない条件は使用する通貨とその取引における費用計算の基準である。費用計算の基準とは業務、 責任の売り手と買い手の間での分担のことで、具体的には、輸送料輸送保険料、通貫費用、関税などの費用の分担を指す。各々の,の,の取引で都度決めても良いが、多くの場合いくつかの典型的な基準のどれかに当てはまる。インコタームズで初めて定型の基準を決めたわけではなく、インコタームズ以前にも類型化された基準があった。例えば、 東京交渉のブロックホイス教授は1913年に出版された辞書の中で19種類の費用、計算基準に関する用語を挙げている。そこにはフリーオンボードなど現在使用されている貿易取引条件に通じるものも見ることができる。また、1920年に設立した ICC は1900、事実上の業界標準として 定型条件があったとしても、それは完全な統一条件として確立したものではないので、当事者間の理解が常に全く同じかどうかはわからない。そこで、各定型条件を明確に定義し、当事者間の紛争を回避するため、1936年にインコタームズが発表された。その後、百五十三年、百六十七年、百七十六年に、 改定が行われている。1980年の改定では FRC、DCP FR、CIP DC が追加されたが、これは複合一貫輸送が盛んになった時代背景と関係がある。また、この時の改定で3文字の略号が決められた。これは自動データ処理での利便性を考慮した結果である。1990年の改定では4類型に分類され、 それに合わせて、条件の故障、略語も変更された。EDI の普及を反映して、電子データで書類がやり取りされることも想定した、規定にされている。2000年の改定では特に大きな変更はなかった。ただ、実務上の利便を考慮し、FAS 条件における通関義務が、買い手から売り手に移った。2010年の改定では4類型は廃止され、 バラズミ船用の規則とそれ以外の規則の2類型に分け直された。また、シムケチでの受け渡し条件を整理した。コンテナヤードの例。2000年1月1日に発行したインコタームズ2000では、以下の13の貿易条件が定義され、E、K、C 及び D の4つのグループに分類された。グループの名前は、略号の最初の文字で、 それだけで条件の概要がわかるようにしてある。D グループは用稚条件で、他は積み地条件である。積み地条件でも C グループは受け渡し後の費用も含まれることを意味する。二千十一年一月一日にインコタームズ二千十が発行された。インコタームズ二千十では従来使用されていた条件という用語を規則という用語に置き換えている。また、 国内取引にもこれらの規則が適用できることが明記された。個別の条件については、従来4種類13条件だったものが、2種類11規則に改定された。2種類とは、あらゆる輸送形態に適した規則及び、海上及び、内陸水路輸送のための規則であり、条件については、従来のダフで d e ク2の四条件が廃止され、d e クの代わりにット。 ダフ、で、との代わりに、ダップが新設された。分類と規則については、以下の通りになっている。なお、FOB、CFR、CIF についての引き渡し時点は、本線の手すりを超える時点から、線上に貨物を置いた時点に変更された。FAS、FOB、CFR、CIF については、洋上転売の引き渡しについても、 貨物を入手することによりという表現で新たに明記されている。貿易取引条件を言い表す場合に、FOB、東京などというように、指定場所、シムケッチなどを付記して使われる。FOB 東京であれば、東京にある元船に積み込まれた時点で、費用負担の義務とリスクが買い主に移転されるという意味になる。従来、貿易実務上 FOB、CFR、 CIF がよく用いられてきた。これらは、バラ積み貨物の海上輸送に対する条件である。現在主流となっている、海上コンテナ貨物の場合は、コンテナヤード、または、コンテナフレートステーションにおいて運送人に引き渡した、時点を費用取リスクの移転の基準とする負荷、c p t CIP を用いることが適当である。コンテナの中身の個々の貨物について本線に積み込む。 自転で仕切るのは実際的でないからである。しかし、長年の貿易業界の観光から、コンテナ取引でも依然として、FOB、CFR、CIF と記載されることがある。この場合、これらの条件はそもそもインコタームズでは、解釈できない場合も多く、また、コンテナ所係をどちらか負担するかなどの点は別途、契約書で取り決めておく必要がある。 航空貨物輸送に用いることも同様にインコタームズが想定しているケースではない。インコタームズの諸条件の規定に基づいて輸送総費用を計算することから貿易諸条件を立てねとも言う。ただし、立てねといった場合には必ずしもインコタームズが規定する条件ばかりとは限らない。 インコタームズ以外の貿易条件の定義としては、1941年改正米国貿易定義があるが、同じ言葉でもインコタームズと定義が異なる場合があり、注意が必要である。ありがとうございます。